1977年の小石駅と周囲約500メートル範囲。左が南湧かない方面。無人化後の姿で駅舎ホーム側に防線化され、相対ホーム側本線は浜トン別側の分岐が撤去されて引き込み線になっていて、補線用のモーターカーらしき姿が見える。かつては相対式ホーム2面2線と副本線、駅舎横の浜トン別側に、 貨物ホームと引き込み線を持っていた。貨物ホーム側のストックヤードに木材が積まれていた時期もある。周囲の山では戦後に本線を境に北側と南側の二つの炭鉱が開かれ、北側には南輪っか内側から専用線が引かれていた。また南側にはホッパーが設置され、副本線から側線が伸びていた。1966年の両方の閉山によって、 この駅は扱う貨物がほとんどなくなった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成小石駅は、かつて、北海道宗谷郡猿ツ村麻子石に設置されていた、北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号はここ。同線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。 当駅、曲がりぶち駅間 17.7km は、青函トンネル開業により、タッピ海底駅吉岡海底駅間に破られるまで、途中に、信号場を含まない日本における、駅間最長区間であった。無人駅化と同時に交換設備の運用は、停止されたが、曲がりぶち駅、鬼西別駅間 23.0km が、一区間の閉塞区間となってしまう状況を避けるため、 また、当駅止まりの列車設定があるために、閉塞扱いは継続され、運転要員の職員が国鉄末期まで配置されていた。1983年時点では、オトイネップ駅当駅間に下り、列車が一本設定されていた。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の北側に存在した。かつては、 相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。1983年時点では使われなくなった外側の一線は交換設備運用廃止後もオトイネップ法の点鉄機及び線路が途中まで撤去された行き止まりの側線として残っていた。無人駅となっており、有人駅時代の木造駅舎が残っていた。駅舎は校内の北側に位置し、 ホーム中央部に接していた。当駅が所在した地名より、地名は付近の浜に小石が多くあったことから付けられた。かつては炭鉱で栄えた集落である。1983年時点では露天掘りの炭鉱がまだ細々と残っていた。かつて鉄道代替バスとして、宗谷バスが運行する天北線が運行されていたが、 2011年10月1日の経路変更により、当駅付近は通過しなくなり、小石、曲がり淵間の公共交通は消滅した。現在は、猿ツ村が鬼市別との間に代替デマンドバスを設定している。小石駅跡2001年時点では、地元自治会により、傍教と記載された石碑が混流されており、天根北線の歴史についても記載されていた。その他、 小石駅と記載された看板が石碑の隣に設置されていた。2010年時点では石碑は同様であった。また、2011年時点では駐車場となっている。その他、小石交流センターも建築されている。また、駅名標の枠から取り外された、駅名表示部分は小西別駅跡に建築された。 鬼西別バスターミナル1階の天北線の資料展示室に保存、展示されている。かつての日本最長駅間の山越えは、道々との並行区間においては2001年時点では、路盤を確認できた。2010年時点でも同様であり、橋台なども確認できた。戦後の石炭増産政策による最短開始に伴い北海道卓色炭鉱により開業。 1967年の閉山に伴い廃線となった。最短値は小石市街地の北西に位置し、線路は緩やかな勾配が続いていた。ありがとうございます。